おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もプロスピ2022ペナントモードやってくよ。巨人ドラ1だけのエリート集団を作りたい。お久しぶり、フリーフ。皆様前回の最後に言ったこと覚えていますか？遥か昔のことすぎて何も覚えてません。そうか、覚えてねえか。なんせ前回に動画投稿してから3週間以上経ってますしね。お久しぶり、フリーフ。前回目標にしていたことはすべてクリアできたので、キリのいいところまで勝手に進めておきますと。そして次回が最終回ですと。そうです。今回で最終回です。お久しぶり、フリーフ。このペナント動画を楽しみにしていた皆様、全員が幻の最終回になると思っていたことでしょう。私はもう完全にそう思っていた。フリーフ、お久しぶり。貴様オリジナルを越していくんでない。もう通常モードになっていいですか。許可しましょう。まず一つ質問しても。許可しましょう。なぜ無音なの？3週間ぶりだからさ。答えになってません。3週間ぶりだから。録画設定間違えたらしい。取り直せや最終回ぞ。いつものミュージックスタート。いやこっちかよ。細かいことを気にするな。大事なのはミスしてからどうするかだ。ミスしたから取り直せ言うてますが。そんな時間はなかったと。そういうことだ。さて左上をご覧ください。2047年10月15日と見えますね。前回何年のシーズンだったっけ？2036年のシーズンまでやった。あれから11年の時が経ったということだ。お久しぶり。通常モードに戻ってら。で最後にちょろっと記録なんか見て終わりにするぞ。本当は成績を見ながらじっくり振り返ろうと思っていたが。まさか音がないとは。取り直せや。では11年後の世界がどうなっているか見てみよう。日ハムは元の鞘に収まったと。たったの18ゲーム差ではないか。その通りだ。たった18ゲーム差。このペナントモードでこれは賞金差だ。自分で言っといてあれだがそれはどうだろうか。左見てみろ。確かに。2036年シーズンでようやく日ハムと日本シリーズで戦えたけど、あれから本当に日ハム強かったぞ。ちょっと見てみようか。日本シリーズ記録ってのありますね。あ、これが今年な。まだ今年の日本シリーズ前なんだった。2022年のヤクルト時代から始まり。我が巨人軍は2027年に初めての参戦。2029年で初めての日本一か。ここから我らの時代が開幕したと。巨人の V9 を超えるのは巨人しかいないと。で負けました。2連覇すらできず。巨人最強時代はここからだった。2033年に日本一を奪還。ここら辺からもうセリーグでは敵なしだったな。激戦の末連覇達成。3連覇。V4。念願叶った日ハムとの日本シリーズ。前回がここまでってことだぜ。ここからどうなったのか。果たして V9 を越せたのか。V5。通過2年連続で日ハムとだったのか。そうなんですよ。あれから日ハム強かった。ちなみにこの年もパリーグ覇者は日ハムな。2036年から連覇か。ここから毎年大体3位以内には入ってた。でまた日ハムに勝って V6。V7。V9 まであと2つ。V8。はい V9 達成。記念の年はまたしても日ハムと。この2041年も日ハムが優勝でした。そして記録のかかった次の年は。見事に V10 やったりましたよ。まあここまで来るとこちらシーズンの貯金100超え当たり前になってましたから。そりゃ負けるはずがない。で負けました。まさかの CS 敗退ですか。V10 は達成できてほんとよかった。まあ V9 直前で負けるのも面白かったけど、そんなオチはいらないぜ。なんで負けたのか不思議なくらいダントツ優勝シーズンだったのにな。でここからはまた連覇ですが。これが今年と。ちょっとこれだけやっちゃおうか。へい日本一よ。余裕の4連勝でしたね。日本シリーズで4連敗する気持ちわかったかホークスよ。この人これ永遠に言い続けるんだろうな。じゃあ何から見ますか。とりあえず今年のうちの主要メンバー見てもらうか。いつもシーズン終わりに見てたやつな。では投手から。
もう終わりってことで年齢高めでお送りしておりますが、このメンバーで気になるとこは、まあここくらいですか。守護神の中村だな。中村は1年目から強かった。これが入団した時の初々しき中村。海外志向が強いってことでいつメジャー行くかと思ってましたが、毎年高い年俸払ってたら結局行かなかったな。言い方よ。すでにピークは過ぎ能力低下始まってますが、輝いていた去年の能力がこちら。かなり強いな。本当はこの後に星490は超えたんだけど、写真撮る前に老化してしまいました。多分投手では中村が一番強かったかと。それでも山本由伸全盛期の方が星高いからな。現実離れしてるぜ。まあ今回は育成メインじゃなかったしね。そんな中でよう育ってくれましたよ。じゃあ次は現役の野手な。正直最後の今年はいまいちでしたが、こちらを見てリアクションを取った方は完全にこの動画のファンです。君島40歳まだバリバリうちのトップバッターやってます。お疲れ様やで。と言っても能力はもうかなり弱体化している。なんで一番打たせているかは後で説明しますね。杉様もまだ現役頑張ってますよ。39歳か。プロに入ってからあんま成長しなかった杉様ですが、限界突破してくれたので、それなりには育ちました。いや37歳でこれはかなり強いのでは。杉様の成長タイプは晩成だったから、成長タイプ晩成で限界突破するとかなり強くなる。ではメイン行きましょう。メインはこの二人。懐かしき高卒に勇敢だな。柏倉が高卒ルーキーでショートのレギュラーに、そしてその翌年同じく高卒で入団のヒューガ、覚醒したことによってヒューガも1年目でセカンドのレギュラーに。10代の二遊間だって喜んでたな。そんな二人も30を超えて最も油が乗ってる時期に、まずはヒューガから。これが入団した時の能力。思ってた万分の1くらいの強さでした。お前は期待しすぎなんだよ。そして現在のヒューガ、だいぶ強くなった。ミート両方へもいけそうだぜ。まだ2年は成長する。もう頭打ち感は多少ありますが、ここから限界突破する可能性も全然あるしな。走塁面に関してはなかなか上がらず、ミート型だと結構厳しいか。俊足高打型になるの期待してたんだけどな。でも強いよね。じゃあ次は柏倉の成長。こちら入団当時の能力。いや高卒でこれは改めてご立派。背番号6を受け継ぐもの。そんな男の現在の能力がこちら。どうよどうよ。いや強いですね。噂の成長タイプ晩成の限界突破よ。あと3年も成長するぞ。星550は硬いかと、うちの最高傑作だ。アーチストにはしなかったんだ。これが超公開。パワヒもアーチストもそこまで手間は変わらないんだけどさ。なんか逆にパワヒの方がかっこいいかなって思って。その感覚はよくわからないですが。アーチストにしてたら三冠王も狙えた。残念です。とまあこれがこの11年の成果でした。お疲れ。最後にこいつを見ておくれ。なんでしょう。歴代通算記録。野手からにしよう。いきなり出場試合数でハヤトが降臨してますが、このゲームは出場試合数だったり安打数だったりは余裕で記録抜かせます。若いうちから使い続けてやいいんだからな。そして40超えても全試合出場は余裕だ。なぜならゲームだから。でも難しいなって思ったのがやっぱりこの記録。本塁打か。王さん強し。でも村上選手もすごいな。ノムさん超えは達成。現役のよくわからん選手いますが、王さん超えは到底無理そうだ。あと何気に石川選手がいるのが胸アツ。リアルでも頑張ってほしいぜ。カズマも569本だ。確かに今回ホームラン特化の選手って育てなかったな。パワーへ乗ったら大体ミートに振ってたもんな。あと打撃スタイルで個人ってのにした方がホームランは出やすいのかもな。チーム打撃より個人成績を優先する打撃か。記録こすならそれですな。通算打率はうち強いです。松宮って誰ぞ。お前んとこのだよ。あ、あいつか。割と最近使い始めた感じだったけど、もう打席数足りてんのか。2位は岡本選手だぜ。カズマは最後まで謎の高打率だったから。お、打点は大声しとる。ここも村上選手がリードか。考えてみたらカズマは引退早かったもんな。まだ全然できたけどコーチにさせちゃったから。引退した年の打率3割7分9厘ですからね。確かに謎の高打率だ。
点はうちの君島がダントツ。安打数もいつの間にか早投稿してた。つうかみんな3000本打ってるな。完全に安打数のインフレだ。もう殿堂入りの条件変わってるなこれは。それと同時にイチローの偉大さがわかる。それは意義なし。でですよ。さっき言ってた君島を一番で使い続けた理由。もうお分かりですよね。はいこちら。一生抜かれることはないであろう福本さんの記録。君島が抜かせそうなペースで走りまくってたので、それを目指して老体に鞭を打ってもらいました。近本選手もすごいけどな。最もヒットを打って最も盗塁を決めた。そして最もホームに帰ってきた。ついでに二塁打も。いやー、君島は素晴らしいトップバッターになったな。あ、ちなみにですが、皆さん覚えてますかね？初めてのドラフトで指名した赤坂。人相が悪いで有名な赤坂。長いことうちのエースとして頑張ってくれましたが。まだ現役です。金田さん超えたわ。あと3位の豊岡ってのは FA でうち出ていったやつな。その名前を口に出すなと言っている。何一人でやってんの？無事に音復活。圧倒的に押せよ。本当は最後に個別の通算成績を見ていこうと思ってましたが、音出てなかったのでやめます。なおさら今なってるの意味ねえな。なんとなくそこら辺で映像だけ流しときます。え、何これ。いやー、面白かったですね。プロ野球スピリッツ2021グランドスラム、バージョン2022。かなり地味な最終回になってしまいましたが、しっかり終わらせなければと思っていたのでね。これで心置きなく違うゲームできるぞ。まあ確かに節目は大事だよな。10年分やるとなるとなかなか時間がかかった。合計で25年分もプレイしたことになる。2021年の時もやってるから合わせるとかなりのボリュームだぜ。もうこのゲームは値段以上に遊んだよね。やり込んだとはまさにこのことよ。この人と弟ペナント以外に手つけなかったです。数人の方ですが、このシリーズ終わらせないでほしいとコメントもらって本当に嬉しかったです。いつも励みになってるぜ。もう最後の方はその数人の方の顔を思い浮かべながらプレイしてました。いや怖い怖い。思い浮かべるなよ。これからもいろんなゲーム実況していきたいと思ってますのでね。ぜひともよろしくお願いします。見切るなら2、3話見てから見切ってもらいたいなと。要望がリアルなんだよ。ゲーム実況者としてもっと成長していけたらと思ってるのでね。そう、ドラ1の彼らのように。あれ？いや特にうまくもないので。虫という選択をしたと。まあそういうことですね。そんなことしてるとだな。能力覚醒しちゃうぞ。え、だから別にうまくねえって。じゃあ、まあうん、そんな感じで。ご視聴ありがとうございました。なんて閉まらない最後なんだ。とりあえず今めっちゃ雷鳴ってますね。なんて不吉な最後なんだ。では最後は君島の盗塁でお別れです。また会う日までさよならグッバイを元気で。走ったねー。まるでこのペナントシリーズを完走した私のようだ。あれ？